さんいやね、ちょっとね、終わったんで、いろいろちょっと終わりまして、じゃあ、お昼、ちょっと、チラン行ってこようかなっていう、<laughs> ちょっとね、だいぶやることをやって、まあ、あとちょっと設定しないといけないんですけど、まあ、そんなにかかんないんで、まあ、お昼は、ね、あの特攻隊見てこようかなと、久しぶりに。 まあでも久保さんもね、振り返るとね、10年っすか。早いっすね。だから10年やってますって言えますね。だから僕もね、最近強みとして言ってるんですけど、18年やってるやつってあんまいないじゃないですか。だからもう、あと2年ぐらいやったら20年って言えるんで、20年、まあまあいなくないっすかもう。みんな聞いてるからね。だからまあ、やればやった分だけ、まあ結局、 それが本当に強みになるというか、うん、そう、もうね、しかも、ライバルが言えないことじゃないですか。なんかその20代のネットビジネスやってて、情報発信してる人が20年やってます。赤ちゃんの時からやってたのみたいな、ついつも合わないじゃないですか。だからね、良かったなと思うのは、そこ続けてきて良かったなと思うのは、そこがまあ差別化圧倒的にできるっていうのが、 本当に良かったなと思いますねうんそうだからこれからもね積み上げてってあのー、まあやっていこうかなと、うん、多分まあやっていけばやっぱその強みがやっぱ際立っていくんでだからまあ老舗老舗の商品を買うのかまあ新店舗の商品をまあ 新参者から買うのかっていうのはまあ分かれると思うんですけどもある一定層はやっぱ昔か,昔からあるお店そこがおんぼろだったと、まあ、最近僕が行ってるラーメン屋さんとかも50年続いてるんですけども店の中めちゃめちゃ古いしおんぼろなんですよねだけどその味があるんですよだからお客さんもずっとリピートしてきてる人もいるしだから一定層はねやっぱ続けてるとやっぱそっちがいいっていう人がやっぱ出てくるんで。 うん、多分ね、久保さんのお客さんの中でも、久保さんの話を聞くのが日課です。久保さんの声を聞くのき、聞いて癒されてますっていう人いると思うんで、<laughs> もうねそう、久保さんなくしては生きられないっていうね、そう毎日久保さんの動画を聞いてますみたいな。まあ、それはやっぱ続けてきたからだなとは思いますけど、い、うん、ってらっしゃい。